はい、どうもー、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい、いいですね。かわいいですね。かわ、かわですね。ねはい、えっ、ー、いいですね。パナッチ。パナッチね、ノズルが出てますね、ノズルが。かわいいですねー。ねーはい、どうも、皆さん、どうも、こんにちは。はい、パナちゃん、起こしてしまいましたね。えー、ごめんねー。はい。えー、またね。また、 はい。えー、テドちゃんですね。テドちゃんが、あの、W のね、H の、あーですね。W の、H の、ほですね。の、テドちゃんですね。テドちゃんが予言をしました。はい。はい、テドちゃんが予言しました。はい。えー、まあね、笑ってしまいます。えー、これね、 お猿さんのとうとうがね、不発だったんでえ、次を準備するとのことでございます。はい、すごいですよ、これ。はい。えー、なんかね、次はね、えー、鳥ちゃんですね、鶏ちゃんですね、鶏ちゃんのす陰のフルフルですね。鶏ちゃんのインインのフルフルがね、えー、人にね、 映るんでーすってなって、大流行するそうです。はい。でね、もうこれの、これのね、おでんの具ですね。おでんの具。はい。あの例のね、フレームレアケーキでございます。はい。えー、あのおでんの具をね、えー、もう作るようにと、<laughs> もうダメだこれ <laughs>。作るようにと、はい。おでんの具をね、えー、書くね、 えー、の、ヤックのメーカーにね、はい、作るようにと指示しました。はい、予言者ですね。すごいですね。まだ、は、何にもね、何にもね、流行るんですってなってないのに、えー、もう、気が早く作り、作りましょうと言ってます。はい。えー、お鳥ちゃんですね。鳥ちゃんの、あの、ンのフルフルでございます。あれが、あなぜか、人にもね、 ええー、感の先生するようです。<laughs> はい。ええー、感の先生するようにやって、大のね、大の流行するようです。はい。予言者テドちゃんでございますよ。はい。ええー、まあ予言者っていうよりね、これはね、まあ、あれですけど、はい。経のね、核ですけどね。はい。ええー、まあそういったものをね、多分ばらまくんでしょうね。はい。 えー、まあ、そういうことでございますね。これはね。はい。どう考えても。はい。えー、まあ、いろんなことをやっていきますね。はい、えー。えー。あきれてものが言えません。はい。まあ、あのー、免疫あげとけば大丈夫ですからね。 食べてない方々は、はい。えー、食べて、あ、ま、あとデトックスですね。支援があるんでね。はい。食べてらっしゃる方はもう強力にデトックスしてください。お、お願いします。はい。えー、別にね、えー、食べてる人を馬鹿にしてるわけじゃないですから、はい。えー、食べてる人はね、食べてる人でデトックスしてくれればいいだけの話でございます。はい。えー、ただし、個人的にはちょっとね、支援があるんでね。あんまり近寄りたくはないんですけどね。 まあ、死刑が出なくなる程度にね、デトックスしていただければね、えー、それは、あ助かります。はい。えー、近寄れますんでね。はい。えー、まあ、そういうことですね。はい。えー、まあ、デトックスと、あと、あれですね。えー、麺のエッキーをね、アップ、アップです。はい。まあ、そういうことでございます。はい。テドちゃん、予言いたしました。予言です。はい。えー、予言ですね、テドちゃん。はい。 えー、なんと、今年の、あの、秋冬はね、えー、鳥のね、鳥の陰イン,インのフールをね、えー、まあ、やる予定だと。はい。そしてね、えー、みんなにね、おでんの具作っとけよってもね、生薬、あれ、生のね、えー、薬薬のね、えー、木の行行にね、えー、指示しました。はい。まあ、そういうことです。 はい。えー、まあ、これ、巻かれるでしょうね。はい。十中発九巻かれるでしょう。はい。マッキンマッキンコ庫でございます。はい。まあ、普通にね、普通に、えー、麺のエッキーが働いてれば、ああ、大丈夫だと思います。はい。えー、麺のエッキーがね、えー、いろんな事情でね、まあ、いろんな事情で分かりますよね。いろんな事情でちょっと下がっちゃってる方は、ほんとね、えー、デトックス、 本当に頑張ってください。はい。えー、それしか、あ、いいようがありませんね。はい。まあ、そういうわけです。こちらのね、記事もどっかにべったんこってしておきますので、皆さん見に行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄おばばでございました。